年元信は自分の領地古川に帰り、1618年には政宗を家に招き、同年政宗も元信らを招き、茶の湯を開いて歓談の時を過ごします。その2年後、元信は66歳で逝去されますが、最後の折、我が主仏の神こそ必ず天下の覇権を握り、日の元の祭り事を行う人物と察し、今日まで精神意を込めてご奉公してきた。しかるに大御所に御事を託され天下取りを断念し、一国の勲功に終わるとは甚だ残念にございますと人に伝え、暇を見つけ自ら編んだ政宗が天下を治めた時のために使う巻物、律令宝典を今後無用のものとして焼却します。